どうもおはようからこんばんは、若殿です。お待たせしました。クロワルールシグマ続きを実況していきたいと思います。ですね、まあ話自体は短かったので、おそらく一人のキャラ、まあ2話分ぐらいでしょうかね、前半後半みたいな感じで分けまして、でそれぞれの4人のキャラクタープレイしていこうと思います。というわけでゲームスタート。ゲームスタート。前回はルクレチア編やりましたね。お、右に可愛いアイコンが出ていますが、次はこのカテリナですね。こちらをプレイしていきたいと思います。装備画面もできるんですね。ちなみにこれなんですけれども、手に入れたコインとかでいろいろつけれるんですよ、アイテムを。これは無理ですね。あー可愛い。尻尾とかもかわいい。かわいい。でもコイン足りない。しょうがないですね。ちなみにこれ一応ですけれども、まあ効果はあるんですよ。自分が気絶時の時間短縮とか、戦闘不能時に自動に奥義発動とか、ね、アイテム収集範囲拡大とか、まあいろいろあるんですよ。まあ彼女を使って、ではストーリーモード行きましょうか。俺に任せな。おほ、ああそういうキャラ。へえ、ふむふむ。あ、武器はみんなリンクしてるんですね。似たような形状の武器は使うことができます。ほう、武器が耐久値を持っています。ほうほう、まあ一時的に使えなくなるぐらいなんですね。おお、なるほど。似たような形ですけど名前は違うんですね。へえ、これは知らないですね。この子の元々の剣でしょうか。2つ目はどうしましょうかね。月が好きなんで、あ、これですか。雷帝って読むんでしょうかね。これですね。で、もう一つ。対空技はいいですね。これとかで全方位を吹き飛ばす回転斬り。あ、ちゃんとでもダメージも書いてるんですね。これが一番ダメージ強いんだ。へえ。じゃあこれでいきましょう。スタート。正しき女王によって統治されるイランス。そこに訪れた突然の災厄。魔導によって生成されたとおぼしき兵士たち。あ、そんなストーリーあったんです。どこからともなく現れ、城や砦、豪奢な商家も小さな教会も、いずれも区別することなく破壊しては消えていく。事態を重く見た魔法騎士たちによる議会は、女王国の各地への派兵を決定したが、魔導の兵士たちの本拠は不明のままで。ちなみにゲームの音量ですけれども、まあ前回のルクレチア編では低かったのでオプションで上げてはいますね。神を思う女王は、人々のための祈りを捧げるべく結界の紋章を空に描き上げた。聖地にして純粋な愛の紋章を。アンちゃんは良かったの？試験の日でしょ？アンちゃん、アンちゃんす。ああ、サラ・アンニカ。カテリナさん、女王陛下とご一緒しなくていいの？へえ、お姉ちゃん強いから大丈夫。それよりも今はね、探さないと。右の子が年上なんですね。お姉ちゃんで、でも呼んでるのはアンちゃん。どっちだって。魔導の兵士たちの本拠地。彼らは何者で、目的は何か。アンちゃんクールビューティーですね。そう。もうちょっとで卒業だったのは残念かもだけど、あの子たちは今頃どうしてるかな。無事に着いたかな。カテリナ女王陛下の妹。へえ。きっと元気だよ。
天馬姫って感じですね。もちろん行っちゃう行っちゃう。どこまで続いてるかわからないけど、潜れるだけ潜ってやろうぜ。またガサツな男みたいな物言い。女王陛下がお聞きになったらきっと笑ってるだろうな。さ、行くよ。急がないと置いてっちゃうよ。うん、なるほどね。あれ、お、お、お、二人いるんですね。へへへ。ね、前回は一人でなんとか頑張ってきましたが、今回は味方がいるんですな。うわ、左下のアイコンすごい可愛い。ん？へえ、細かいね。いやー、いいゲームですね。まあノルマとしましては、必ずパンチラ起こしてみせますよ。皆さん乞うご期待です。では行きましょう。おっと、その前に一応動作確認ですね。おお、かっこいい。これはいつものですね。かっこいい。見えるか、見えないんだ。いや、この辺か、この辺か。白、よし、さあ行こう。何やってんだか。ちょっと、あーちゃん先生、先生やめて。ごめんなさい。あんちゃん頑張ってますね。新しい敵もいますね。盾ですか。あ、まだいる。お、さて、お次は。え、まだいるの。ちょ、当たってるから攻撃。あ、当たるんだ。この子はちなみに切ってチェック。おー、黒。うん、いいね。白か黒かなんですね。へえ、へえって、ほんと何やってんだか。さて、ノルマは達成したということで、これまでのご視聴ってわけにはいかないですかね。まあ、どんどんクリアしていきましょう。なので一旦区切ります。なんか早々にノルマ達成しちゃったんですよね、ほんと。まあでもクリアはしていきましょう。今重くそ見えた。すごい、なんだこれ。よーし、サクサクいきましょう。なんかコインにそういえば顔書いてありますよね。おっと、取る。一体何のコインなんでしょうね。普通に味方の攻撃当たってるんですね。もちろん敵もなんかね、敵の攻撃も当たってますしね。いやー、サクサクいけていいですね。おや、でも階層のあれ、エリアが書かれていませんね。第004層、一体いつまであるんでしょうね、これ。もし、前後編にするつもりでしたが、一体どこまで続くのか。まあ、できるところまでプレイしていきましょう。よーし、終了。油断せずに行きましょう。武器は手に入らないんですね。いいのか、重くそ見えてるんですよ。この前ね、貴族たちとの晩餐会があってさ、むっちゃ父親に怒られちゃって。なんかすごいこう高貴なことやってるのに会話が軽いっすね。あのお優しい閣下は食べ過ぎだって、慎みを持てって。そんなに食べたの？だってこんなてんこ盛りの料理がどんどこ運ばれてくるのにみんな食べないの。子
トルみたいにつっつくだけで喋ってばっかり、もったいないじゃん。まあ貴族のああいう晩餐会っていうのは食べるじゃなくて外交的なことですもんね。それはそうかも。だから残ってる料理を回収して食べてたら、お前は卑しい豚か！って豚？お姉ちゃんっていうか女王陛下が受けてくれて場の雰囲気は和んだんだけど、豚、卑しい豚ってひどいよね。私にも豚にも失礼じゃん。うん、それはそう。豚にも綺麗。今度やられたら絶対に封印封印。カテリナが豚って呼ばれることに対しては否定しないんだ。さて、もう速攻スタートか。この壺みたいなのは何なんて、魔法打ってきますね。金金金金。連続。空中の敵が出てきました。おっと、縦の敵ですね。おっと痛い。なかなか爽快ですね。そして相変わらず空中の敵が苦手ですね。ふう。さあ続きです。第7階層。徐々にこう敵がやっぱり違ってきてますね。コインの音結構気持ちいいですね。おっと、なんか可愛い顔をして盾持ってるやつですね。正面からは通りにくいってことか。よし、あんちゃん。いいですね、サクサク進むのは。では次です。何階層まで続くのやら。何やらドルアーガの塔的な感じですね。おっと当たらないか。で、フィニッシュだね。おや、まだいるんですか。あ、ごめん、間違えた。ごめん。ごめん、悪気しかなかった。あ、ごめんなさい。このパンツ許してくれ。さて、次は急走ですか。あんちゃん大丈夫、死にそうだけど。なかなかクールな女の子ですね。何でしょう。男みたいな声を出さないで。聞いちゃったわよ。不自然。どっちもダメなんかい。厳しい。聞いちゃったんだよね、この間。何を？あんちゃんが話しかけてるところ。タビだったっけ？あの猫さんのお名前は。そう、タビ。すごく可愛い白黒の猫。私は彼女の下僕。タビちゃん、タビちゃん、可愛いですね。白黒はっきりしてて素敵ですねってね。恥ずかしい。そんな感じだった？かわいい。とろけてたね。とろけてた。うん、とろけてる。私もあんな風に褒めて。かわいいですねって。すごくいい匂いだね。あ、かわいいですね。すごくいい匂いですね。無理か。無理がある。毛並みが白黒はっきりしていない。お腹から太陽の匂いがしない。そこをなんとか褒めたたえて。難しい。やってみて。
挑戦、挑戦。恥ずかしいんだけど。タビさんは可愛いですな。ですな。できてよかったね。でも、私じゃないんだね。塔の中で何やってんだか。私はあなたの親友。でも私はタビシャンの下僕。タビシャン。おしまい。早くな。いい攻撃だった。ごめん、普通に当てちゃった。いや、後ろから攻撃ですよ。ごめん、もう分かった、任せるわ。俺が悪かった。いや、ごめんね、叩き切っちゃって。さて、武器はこっちの方が強いんですよね。よし、じゃあ録画時間はまあまあ来ているので、これで一旦区切りましょうか。まあ一体何話になるか分かりませんが、カテリナ編頑張っていきましょう。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。若殿でした。